ボートがないということでですね、私はショーベリーズの生きのいい、とっても生きのいいワンダズンをベッドフォードスポーツマンで購入してきたんですよね。あのでっかいベイトどうすんねんっていうふうに思ったんですけども、まあそれは仕方ないですね。ということで、ここの、ね、ナンバー35に関してはちょうどそこの昭和に近いところに石があって、その上で、少し出っ張ってるんでですね、そこからキャスティングをするという、まあ、フィッシングが楽しめるということなんですよね。まあ、ボートレンタルできないってなったらもうしょうがないですよね。8月にもレザーベーションしてるんですけども、これはもう2 alternatives 2つの種類がありますよね。チョイスとしては2 choices、 それは来ない、もう一つは、ボートのレンタルが必要がないようですね。カヤック、例えばインフレータブルのカヤックか何かを、カヤックもしくはインフレータブルカヌーか何かを買ってくるという一つの方法も一つもありますね。そこで、先ほどもですね、今夕方5時ぐらいから8時ぐらいにかけてですね、ずっとずっと釣りをしておりました。なぜなら餌が半分に切られるんですよ。つまり強力な歯を、鋭い歯を持った魚が、私が釣っている餌、使っている餌の半分をですね、食べてしまうというのが分かって、これはまあ魚がいるっていうのは間違いないんで、キープフィッシングしてたんですよね。で、食事に関してなんですけども、食事は、宇宙フードみたいな、エクスプレーションがですね、20 years later とかですね、25 years later のものを持ってきて、それをそのお湯を入れてジェットボイルで水、さっきのここのパンパ、ウェルボーターの井戸があるんですけども、そこで、汲んできた、水ポリタンクですね、それをジェットボイルの中に流して、ジェットボイルで、ボイルすると。ボイルする時間も非常に短くて、これはもう最高ですね。このジェットボイルっていうのは今まで、ずっと欲しかったんですけども買わなかった。まあこういうバックパーキングタイプの釣りを、釣りじゃないわ、キャンピングをする予定もなかったもんで、今回は買ってよかったと思ってます。来週末、モーターサイクルキャンピングということで、その予行演習のつもりで来たんですけども、どのエクイプメントが必要かというのがこれで明らかになってきました。まあ、ミニマムの荷物を持っていかざるを得ないというのがモーターサイクルの問題ですね。バックパッキングと同じような荷物になると思います。さあ、現在、夜ですけども、さてさて、明日の朝いくつかまだ、ベイトが残ってるんでですね、そのベイトで釣れるかどうか楽しみですね。もしそのベイトがピンピン生きてて釣れないようだったら、もう一つネバーシンクレザーバーっていうのがここからですね、帰り道にあるみたいなんで、そこに立ち寄って、から釣りをして帰ろうかなとも思ってます。というのもここにいてもボートはないし、本来ならばですね、明日夕方、まあ、5時ぐらいまでいて、そこまでずっとフィッシングするつもりだったんですけども、まあ、昭和から同じところでずっとやってても餌はなくなる、何にも釣れないというのが、まあ、見えてるんで、結果的に朝起きて軽く食事をして早くキャンプ場を去ろうかなと、検討をしております。